八神はやてのやがやがやしないラジオ。はい、というわけでございまして、4月1日水曜夜の10時となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。八神こと八神はやてでございます。さて、前回の放送ですね、聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、前回からですね、こちらの表の画面が変わっております。ちょっとね、落ち着いた感じもありつつ、楽しそうに私がなんかラジオやってる感じもありつつ、なんていうですね、とってもいい感じのイラストとなりました。というわけでございまして、先週ですね、1時間以上でしたっけぐらいにわたるですね、生放送をやらせていただきましたね。え、なんかあっちゅう間の出来事すぎて、全然印象がないんですけど、なんか認識がないというかね。なんかやっぱりだけど、こうやってなんていうんです、毎回毎回ラジオやらせてもらってて、その中で生放送とかもやらせてもらったわけですけど、もう本当にこういう一個一個の積み重ねっていうのをやることっていうのが、努力の先に、なんか努力って言葉使うのもおこがましくて、なんかもうあれなんですよね、当たり前の領域みたいなところに行ってしまってるので、なんか先週生放送やったんだっけなみたいな、そんな感じの記憶になってますね。でも本当ね、生放送やらせていただいて、いろんな人と関わりながらお話ができたこと自体はですね、とっても楽しかったなと思っておりまして、でね、実際問題、生放送中にね、いろいろとお便りもいただいたりということもございましたし、ちなみにでございますが、今日は生放送でお読みできなかったお便りが1つありますので、こちらの方もね、読ませていただきたいななんていうふうに思っているわけでございますけども、さてさて、4月1日ですよ。はい、はい、4月1日を迎えるのがね、まあまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。そりゃ3月が終わったら4月来ますから。ただはい、もう4月なの感が半端ないですね。まあつってもね、いろいろとなんて言うんです、もちろんながらこの4月になって5月になってと時間が進んだら、みんなもね、やらなきゃいけないことがどんどん増えてくるわけじゃないですかね。でなおかつ、まあなんかあんまり触れたくもないですけど、ちょっと世間が今あまりポジティブじゃない方向にね、向かってるわけじゃないですか。やっぱりね、いろんなところで言ってますね。お家の中にいるのが一番って、もちろんながら仕事とかしてるからお家から出なきゃいけないなんてことはあると思うんですけども、ただね、私のコンテンツは全部お家の中からお届けをして、お家の中で楽しめるコンテンツというつもりでやらせていただいておりますので、まあ101回目っていうことで前回大台を迎えましてですね、気持ち新たに1回目ぐらいの気持ちでやっていくわけでございますが、何も変わらずですね、そのままの落ち着いた、なんだろう、普遍しない落ち着いたものっていうものを今後もお届けしていきたいなというふうに思っておりますので、101回目からもですね、変わらずに楽しんでいただければ幸いかななんていうふうに私個人としては思っております。というわけでございまして、今週もやがやがやしないラジオ、やがみのちょっとした小話、よかったら付き合ってあげてくださいね。やがみはやてのやがやがやしないラジオ、今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーでございます。というわけでございまして、4月に皆さんにお願いしているお題はこちら、あなたにとって大切なゲーム。はい、というわけでございまして、こちらにですね、題して皆様からこちらお便り募集しております。というわけでですね、いただいたお便り早速読んでいきたいと思っております。というわけで4月1発目ももちろん先発投手、ケサランツムツムさんからいただきました。ありがとう、キセ。というわけでこちら、ヤガミヤガチャチャ、はい、ヤガチャチャ、ゲーム買うけど積みがちなケセです。積むし積みます。1個目は重ねるの積む、2個目は途中でクリアできなくなるの積みます。見てるだけの方が向いているのでは。大事なゲームいろいろありますが、まず最初に挙げるならときめきメモリアルガールズサイトですね。鶴の乙女ゲー初デビューはこのゲームでしたね。ケセ、鶴、ケセ、ときめきメモリアルガールズサイド2の DS 版を初めてブックオフでドキドキしながら買ったのが中学2年生の時でした。別に悪いことはしてないのに、なんかすごくドキドキしたのを覚えてますね。なんだろう、ちょっとケセの中で乙女ゲーを買うことは恥ずかしいみたいな変な気持ちがあったのかもですね。何も恥ずかしいことはないのに。で、案の定ハマりにハマったので、本当に買ってよかった、勇気出して買ってよかった。八神さんは買う時になんだかすごくドキドキした思い出のゲームとかってありますか？あと、楓ちゃんにこっそり聞いてほしいのですが、やっぱり今でも葉月くんが一番ですか？楓ちゃん曰く、新しい野郎にはまだ出会ってないって言ってましたね。なのでね、ちょっと楓ちゃんのね、次のタイトルで葉月くんが一番なのかどうなのかっていうのを見ていきたいなと思うわけでございますけどもね。やっぱりね、なんだろう、乙女ゲーってさ、乙女ゲーっていうかギャルゲーがそうか、なんかさ、エロゲー買う空気出ない
なんかさ、エロゲーを買いに行ってる謎の背徳感みたいのない？俺はすげえあるんだけど、あれが原因なんだろうね。なんかエロゲーを買いに行ってるわけじゃないのにエロゲーを買いに行ってるような感覚になるんだろうね。なんか言ってしまうとさ、その恋愛ゲームとかって言われるそのバーチャルの中での恋愛じゃない、とりあえずね、とりあえずはそうじゃないっていうものっていうのが、まあなんていうのかな、なんかいかがわしく感じるというかね。わかるよその気持ち。俺もね昔はそうでした、ね、ときめきメモリアル2買いに行った時はなんか恥ずかしい気持ちで胸がいっぱいでした。さあ、八神さんは買う時になんだかすごくドキドキした思い出のゲームとかってありますか？んドキドキした思い出のゲームか、桜大戦3だな。桜大戦を親父が、まあ、借りてきて、で2も親父が借りてきて、でもういいやっつって親父が辞めちゃったんですよ。で桜大戦3からはもう自分で買いに行かなきゃいけなくて、でお金貯めといて桜大戦3のためにドリームキャストも持ってる状態だったんですけど、いざ桜大戦3を買いに行くって時に、まずこんなガキが恋愛シミュレーションをやるのかみたいな感じに見られたらどうしようっていうドキドキ感と、あとお前本当にパリ組でやるんだなとね。桜大戦って1、2が手と花組っつって、で3からパリなんですよね。舞台が変わるんです。で舞台が変わるってことは登場キャラも変わるわけです。お前はもういいのかとね、帝と花組の女性陣を捨てて本当にパリに行けるのかと、もうねもやもやしましたね。今でこそ性癖変わりましたけど、リー・コーランを置いて、リー・コーランを置いてエリカ・フォンティーヌのところに行っていいのかっていうね。あ、わかんないですか。次の手紙いきます。ロンドンミミさんからいただきました。築地ホックです。ヤガミンヤガチャッチャ、はいヤガチャッチャ。僕にとって大事なゲームの一つはヨッシーアイランドです。このゲームはとてもシンプルなストーリー、シンプルなシステムでしたが、だからこそ当時小学生の僕にはとってもとっつきやすく、全ステージ100点を取るまでやり込みました。今思えば人生で最初にやり込んだゲームだったと思います。大人になって今でも時々無性にプレイしたくなる大切なゲームです。ヤガミンが人生で初めてやり込んだゲームはどんなゲームですか。はい、ありがとうございます。初めてやり込んだか、ヨッシーアイランドか風雷の試練だね。俺もね、ドンとこドンとこドドンドンでね、タンタンタランタ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 ランタンね、すごい好きでしたねヨッシーアイランドね。当時ゲームをやり込む上において、あなたはこのステージをどれぐらいでクリアしたかよしたかっていうのをすっごいしっかり評価してくれるゲームなんですよね。あのゲームってやろうと思ったら0点も取れるし、まあやろうと思ったら0点取れるか、残り0秒でギリギリのところで拾った瞬間にゲートに入れば多分0点も取れると思うんだけど、まあ0点から100点の中で、ゲームのステージ内にある隠れた赤コイン20枚が取れるのか、隠されてるフラワーを5個集めてワンアップが取れるのか、ライフポイントの代わりになるスターポイントが30確保したままでクリアできるのかの合計評価で100点になるんだけど、6の3だか5ぐらいにね、すごく長い洞窟っていうのがあって、俺あそこが100点取れなくて、でもうあそこの100点取るのにめちゃくちゃ時間かけて、もうなんかなんていうの、やったぞーみたいに初めてなったのは、まあ言ってしまうと本当ヨッシーアイランドかもしれないですね。でまあヨッシーアイランドの後に風雷の試練を買って、で風雷の試練に関してはなんだろう、もうほんとやることなくなるぐらいプレイしたので、まあ最終的なやり込み要素の度合いというか濃度が高いのは風雷の試練になるかもしれないんですけど、それにしてもヨッシーアイランドは突き詰めることの大事さみたいのはすっごい教えてくれたゲームという認識ですね、私の中で。うん、それぐらい面白かったですね。だからやっぱヨッシーアイランド触っててよかったなっていう風に思って、でやっぱりヨッシーアイランドですごいアクションゲーム磨かれた感じもありましたね。あのヨッシーアイランドってね、なんか何気に何がムカつくって、アクションが渋いんだよね。あの卵を投げるだとかのさ、繊細な操作というかさ、でそれでいてかつヨッシー自体は大味で動くというか、であのゲームって当時のスーファミのゲームの中では多分本当にヌルヌル動くというか、自分の思い通り動くというか、キャラが死んだら自分のせいで死んでるみたいな感じのゲームだったので、そこら辺も含めてね、すーげー楽しみながらプレイした記憶がありますね。おー、ヨッシーアイランド面白かったな。でなおかつさ、ヨッシーアイランドちょっと思い出があってさ、うちの父親が1時か2時ぐらいに酒飲んで帰ってきて、でそこで
パチンコに勝ってなんかお前が好きそうつって買ってきてくれたのがヨッシーアイランドで、でやっていいって夜中の1時ですよ、もうな、言うやれやれとか言われてやったーつってヨッシーアイランドやったらもう面白いわけですよ。で敵に触れると、あ、ヨッシーの背中にベビーマリオっつうのが乗ってて、ベビーマリオをさらわれた片割れのルイージと合わせてやるのが目的で、クッパが言ってしまうとそのルイージを持っちゃってて、なんでルイージに合わせるためにクッパ倒そうぜみたいなやつなんだけど、ダメージを食らうと背中に乗ってるマリオがシャボン玉に包まれた状態で離れちゃうんですよ。でするとさっき話したスターポイントっていうのでカウントダウンが始まって、その最初は10あんだけど10987って離れてる間にカウントダウンが進んでいって、で0になっちゃうと上からなんかそのプロペラ兵法みたいなやつらがさらいに来ちゃう、でさらわれちゃうとゲーム、まあ一気消滅みたいな。なんでまあいかにちゃんとベビーマリオを背中に乗せておくかっていうゲームなんですけど、背中に乗せなきゃいけないから、まあ大事に大事にねベビーマリオをさ乗っけてるんだけど、ふと敵がバーン出てきてうわーって食らっちゃうことはあるわけよ。それはしょうがない、あるじゃん。で食らってそのマリオが飛んでくとウィーンウィーンってすごい泣くのよマリオが。で、まあマリオがマリオがと思いながら回収するじゃない。で進むけどまたバーンって食らっちゃうじゃん。ウィーンウィーンっつったらうちの石にうるせえって怒鳴られて、そのままですね、なんかすごい痛く殴られた、そんな記憶が残ってる。なんかこの記憶多分死ぬまで消えねえんだろうなっていうね、そういうね、なんか思い出も残してくれたゲームでしたね。あー、俺このテーマトーク4月面白そうだな。皆さんからのお便りまだまだ募集しております。4月は皆さんにとって大事なゲームね、こちらでテーマトーク募集しておりますので、よろしかったらお手紙待ってます。というわけで以上、築地ホークのコーナーでございました。矢上ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたと近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたと近況報告のコーナーでございます。こちらでは皆さんからいただきました普通のお便り、そして近況報告などを読みさせていただきます。というわけでこちらも相変わらず先発投手からいきましょう。というわけでまず1つ目のお便りはこちら、ケセはミントに お熱さんからいただきました。ありがとう。ヤガミヤガチャッチャー、はいヤガチャッチャー、ミント決めてるからってケセはよく叫びますが、冷静に考えると字面がひどい。いやでもミントは決めるものだしな。よくあるミントタブレット、あれ鶴はおせんべいと同じ感覚でボリボリいくんで完全にミント決めてるんですよね。おかしいな。でもやっぱりミントは決めるものだと思うので、これからも元気に決めていこうと思います。あー、そういえばご変換でヤガミントって打つとヤガミントになることがあるんですが、ヤガミさんが亡くなると私生活に異常が出るので、実質ケセはヤガミさんを決めてますね。ミント、ヤガミさんは、それはこういうものじゃないはずなんだけど自分にとってはそうなんだよなってものありますか。もし難しかったらミント系の好きなお菓子について教えてください。この文面で読んだ記憶はないけど、ヤガミントは読んだ記憶があるんだよね。ヤガミントは読んだ記憶があるんで、類似したお手紙を101回目にしてケセが送ってきてくれた可能性があって、あれだよな、俺もそうだしケセもそうだけどさ、ずいぶん昔からもうこのねヤガヤガヤしないラジオに毎回ビャーって手紙送ってくじゃん。かぶるよな多分ヤガミント読んでんだよな。ねえ、こういうものじゃないはずなんだけど自分にとってはそうだなってもの、そうだな、なんだろうな、みんなにとってはそうじゃないものか、難しいね意外とね。まあでもなんかこれも話した気がするけど、ミンティアの青いやつは死ぬほどドーピング剤として飲むって話をしたつもりがあるから、違う話しよっか。みんなにとってはそうじゃないはずなんだけど自分にとってはそうなんだよなってものか、なんだろうな。ゲーム実況、やっぱさ週に11本今動画配信してるわけで、多分だけど見てるみんなからするとすごい無理して頑張ってるものに見えると思うんだよね。なんだけど例えばラジオごっこもさ楽しくてやってるし、当たり前だけどゲームって楽しんでやるものじゃない。で、まあ、例えばだけど実はこれって4月1日まさに今日録画してて、今1時53分なんだけど、今めちゃくちゃ真夜中なんだけど、この収録するちょっと前までシャドウコリラーっていう、カゲロウってもともと名前だったんだけど今シャドウコリラーになってるんだけど、まあ敵から逃げ惑いながらなんかアイテムとか取って逃げろみたいなゲームをやってるんだけど、めちゃくちゃ難しいの。もうクリアできる気配がないのよ。なんだけどそういう壁を乗り越えるのもまたゲームで、だからなんだよクリアできねえよこんなのっていう時間もゲームなんすよ。要は
クリアできないかもしれないよあんたっていうものをエンターテインメントとして消化しようとしてるんで、十分ゲームなんですね。でまあそれに対してね、面白いつまらないっていうところに関しては、まあプレイヤー次第だったりセンス次第だったりだとか、それこそやってる生放送が面白いつまらないっていうのも視聴者さん次第だったりするわけではあるんだけどもね。だからそういう風に考えるとね、あのゲーム実況って何ら食うなく撮ってるんで、結構ね、あのみんなに違和感というか、その無理しないでくださいねって言われるんだけどね、あのむしろゲームやらない方が無理なんだよね。ちなみにね、ミントで一番好きなのはセブンティーンアイスクリームのチョコミント。これ喋った気がすんな続いての便りです。ガラケーを折ってみたいハープさんからいただきました。ふつおたです。やがみんやがちゃっちゃ、あいやがちゃっちゃ、現在バイトを探してるハープです。これ3月3日だから見つかったのかな。携帯買いました。ハープの携帯遍歴はとても特殊で、 iPhone4 公衆電話、 iPhone6 ガラケー、エクスペリア1、公衆電話は入れちゃダメだよ、携帯じゃないからね、という変化をたどっています。スマホだけで言ったら iPhone からエクスペリアです。結構使いにくいです。自由度も高いけど慣れが必要ですね。これヤガミンの携帯遍歴よければ教えてください。あのね、携帯メーカーで働いてた、携帯メーカーてかキャリアか、あの要は携帯の販売員で働いてたやつの、私この携帯使ってましたっていう話ほどどうでもいい話ないよなんでこんな話、こんな言い方するかって話なんだけど、それこそ俺なんかで言うと、今に至るまでで使った携帯の種類ってもう30超えてんじゃねえかな。うん、携帯ショップで働いてる時1年に3回とか4回とか機種変してたから、あの出るのよ、要は勉強施策じゃないんだけど、新しいスマホ使うと新しい技術が身につくじゃない。だからあの今どうか知んないんだけど、昔って携帯ショップで働いてると、それこそじゃあスマホが出ました、分割で8万ですっていうのが一括で1万2800円とかで買えたの。なんでもうとりあえず最新機種が出たらみたいな。だから俺ギャラクシー S、 ギャラクシー S2、3 とか6ぐらいまではギャラクシーシリーズも全部買ってたし、でネクサスとかも買ったでしょ。一番最初は PHS だったの。うち家電がなくて、家電がないと困るよねっていうことで PHS 買ってもらって、で最初はそのピッチで、まあもしもしってやってたんだけど、中1の時になんだっけな、 AU のね W11H かな、日立だからっていう、EZウェブにつなげるスマホを買ってもらって、であれですよね、パケ放題ですね。当時パケ放題がなかったですから、私の思春期真っ只中の時は。なんで使ったら使った分だけ請求されちゃうんですよね、パケット料金っていうのがね。でそれがすごいいっちゃうことをパケシなんて言うんですけど、初めての携帯電話の請求金額、うちあれですね、3万5000円ぐらい来て、親父に顔の形変わるぐらい殴られましたね。ボコボコにされましたね。でまあそれがあえてパケ放題になって、それでまあずっと続かってて、で多分 W11H からその後カシオに行くんだよな。でカシオ行って日立に戻って、ソニー行ってカシオ戻って、カシオ戻って、で、その後 J フォン行って、ボーダフォンじゃないよ、 J フォンに行って、ボーダフォンが買収する、あ違う違う違う、ソフトバンクじゃないよ、あのソフトバンクの前がボーダフォンで、ボーダフォンの前が J フォンなんだよね。だ J フォンの携帯行って、ボーダフォン行って、でその後にウィルコム買って、で E モバイル買って、でその後ドコモ行って、ドコモにいる間だけでスマホ20回ぐらい変えて、ガラケーとかも含めて、でそれもろもろ使って後に、ドコモショップにいる最中にアップルっていう宗教に入信して、でそこからはまあ iPhone だけど、 iPhone に関しても iPhone って iPhone3G、 iPhone3GS、 iPhone4、 iPhone4S で5は飛んで 5S、 iPhone6、 iPhoneSE で、iPhone7 は買わなくて iPhone10 で 10R で iPad、 iPad 第2世代、 iPad Air、 iPad mini 3、 iPad mini 4だから、そうね、だからやっぱ3、40代ぐらい変えてるかな。なんかすげえ懐かしいなってノスタルジックな気持ちになりました。最後のお便りです。これ100回記念の時にいただきました。リンレンさんからいただきました。ありがとうございます。やがちゃっちゃ、あいやがちゃっちゃ、100回記念おめでとうございます。100回ってすごいね、たくさんやったね。僕は以前のラジオも学生時代に聞いていたので感慨深いです。やがみっちが続けてくれているのも、僕が聞き続けているのも、僕は仕事を始めてからだいたい木曜日の朝に聞いています。なので半分
なんかね、今日ね印刷したやつがね半分ぐらい途中で寝ています、ごめんなさい。でもねそれくらいラジオとしてしっかりしていて、あのねなんかね今日ね印刷したやつのね紙がおかしくてね文字が潰れてんので、しっかりしていてとても聞き心地がいいなと思っています。素敵だと思う、尊敬しています。継続は力なりとはよく言うけども、力になるのはしっかり取り組んでこそだろうなと思います。だからこその素敵なラジオなのだと思っています。すごく偉いです、かっこいい。そんな中で100個の中で一度だけ読ませてもらったことを光栄に思っています。ありがとう。そうだね、そうだね。これからも、通勤中に半分寝ながら聞かせてもらいます。大して返しを作れないお便りになってごめんね。読まなくてもいいからね。100回おめでとう、相方のゆこよりってことでね。ゆこから手紙来たねそうだね、空間開放会の時にね、あのやがやがやしないラジオ公開録音っていうのを初めてやった時に、じゃあこちらのお便りはっていうので、あのゆこにお願いしたお便りあったなぁ。懐かしいな。すっげえ懐かしいな。そうなんだよね。やがやがやしないラジオには前身があって、要はいろいろとやろうとしたけど、なんか志半ばでうまく企画が盛り込めなくてやめてしまったっていうパターンのものがあって、で、その後に、まあ、吸った問題いろいろあって、なんか、今だったらチャンネル登録者数もそこそこいるな。もしかしたら俺がやりたいこと誰かが見ててくれるかもしれない。今だったらやがやがやしないラジオが成立するのかもしれないって言って、もう一回立ち上げ直したのがまさにこの企画なんですね。なんで、最初はこの企画も12回ぐらいで終わんだろうなって思ってたし、でも、やっぱこうやってずっとやってくると、例えばねこうやって喋ってる時にさ、あのね、あれなんだよ、とかっていうのを結構序盤では言ってるんだけど、今ってまあ出る時はあるよ、ただとかみたいな間延びした言葉っていうのが出そうになる時に脳みそでブレーキがかけられるようになってて、ってことはねとか喋ってる言葉の中の日常的に使える言葉、今って過ぎちゃったね、言葉である程度紡いで、そういう間延びしたような言葉は使わないようにするっていうことが少しずつ少しずつ技術としては身についてきていて、だからなんかねちゃんとラジオっぽく喋れてきてるなっていうのは自分もどっかで実感があるの。まあ言うてこれをねずっと続けてて誰かの目に留まってラジオやりましょうって言われることはまあなかなかないと思うから、これをやってること自体が何かにつながるっていうわけではないんだけど、でもこれは前々から言ってる通り究極のごっこ遊びだからね、リスナーさんごっこしてもらって DJ ごっこしてもらってさせてもらって、それでお互いがなんだろうね、なんとなくな感じだけどさ、やっぱ普通のラジオ聞いててさ楽しいなと思ってお便り出してみてさ、そのお便りが読まれることってなかなかないわけよ。だけどこれって昔から言ってるけど、ちょっとラグのある文通みたいな感じ、俺は声でみんなは手紙で文字でみたいな遊びができるじゃないっていうのが俺個人的にはすごい心地が良くて、なんかちょうどいいんだよね。なんかめんどくさいこと考えなくていいというとなんか弊害があるんだけど、普通の会話とか普通のレスポンシブなやり取りってちょっと自分が吐き出す言葉に悩んでしまったりとか、本当にこれを言ってしまっていいんだろうかっていうことがあったりだとか、いろいろと自分でも葛藤しながら喋ることってたくさんあって、で喋り終わった後にすごい後悔することもたくさんあるの。なんであんなこと言っちゃったんだろう、この言葉の選びは良くなかったなとかって思うことがあるんだけど、やがやがやしないラジオっていうのはもちろん収録始めたら収録終わるまでずーっと録音してるわけだから止まらないコンテンツなの。確かに止まらないコンテンツなんだけど、そもそもこの文章がたしなめられたのが数日前、数週間前、数ヶ月前であることがあって、だからその時にどういうことを考えながらやってくれ、書いてくれたのかなっていうのを読みながらなんとなく咀嚼して、でそれに対して自分の中にある言葉で、ちゃんと時間が経ってるからこそ、なんだろうな、特に何もないんだけど、何もされてないはずなんだけど、ちょっと熟成されて届くというか、味わって読んで、それに対してあれじゃない、いかにさね、ラーメン屋の大将が豚骨を1週間煮込もうが2週間煮込もうか食うのは3分5分10分じゃんね。だからこの喋る時っていうのはありがたみも感じるし咀嚼もしながらなんだけど、あんまり後悔をすることなく自分の言葉のままこういうこと喋りてえなっていうもので完全にコーティングしきった状態で喋ることができる、すっごい特殊な場なんだよね俺にとって。なんで
このやがやがやしないラジオがそうなったのかっていうのは正直ピントも来てないし、なんか続けてたからこうなったのか、身についたからこうなったのかとかって全然ピント来てないんだけど、全然ピント来てないんだけど、でもね、すごい収録してて居心地のいい何とも言えない時間であることは本当に間違いがなくて、だから毎回毎回ね楽しいなーって思いながら収録させてもらってますし、やっぱりだけど俺はさ、なんかどっかぶっ壊れちゃってるから、ヤガミンですヤガミンですヤガミンですってできてるけど、なんかね空間開放会の日にね、ユゴが横にいてくれて、うちで取り扱ってる企画のところに届いたお手紙をユコが読んでくれて、でその読んでくれたお手紙っていうのが目の前にいるみんなにも聞こえて、それでネットの向こうに聞いてくれてる人にも伝わってっていうのは個人的にもとても感慨深くて、個人的にも付き合ってくれて本当にありがとねっていう時間でした。他のみんなにもそうだけどね、改めて先週のお礼じゃないけど100回続けさせてくれたこと本当にありがとうございました。付き合ってくれて本当ありがとうね。んでもってついでにだけど、これからもよろしくね以上このコーナーでした。わかる？間に合わないと思ったの絶対間に合わないと思ったの。もうね、このコーナーっていうことでしか逃げ切れないと思って、ちょっとこういう感じで尺調整しました。はい、というわけでございまして、2020年4月1日になりましたけども、まだまだやがやがやしないラジオでは皆様からのお便りを募集しております。前回はねバーってやったからちょっと改めて振り返っていきましょう。というわけでございまして、ただいま動いているメインコーナーは2つ。1つはですね、やがみんの築地報告のコーナーね。こちらに関してはですね、毎月毎月テーマトークが出されております。そのテーマトークにあった、お手紙を出していただくというものでございまして、第2週目の水曜日のやがないラジオのタイミングで更新されます。そして締め切りは毎月の20日までというわけでございまして、今月はですね、皆さんが選ぶ、大事な一本のゲームということで、皆さんからのお題をですね募集しておりますので、ぜひともこちらの方もお便り寄せください。そして続いてがですね、後半のコーナー、普通おたと近況報告のコーナーでございます。こちらはもちろんながら普通にですね、適当なもうテーマトークにも縛られないお便りを書いてもらってもいいですし、たまたま自分のところにあったですね近況報告、もうこれなんかは最後にヤガミンさんはどうですかなんて書かなくてもいいです。例えばですけどね、上見上げたらなんか雲がなんか綺麗だったみたいな、そしたら私がちゃんとこの番組内でそっかって言いますから、そういうですね様々な近況報告なども募集させていただいておりますので、よろしくお願いいたしますというわけでございまして、いやー101回目ですね。この絵がもしかしたら200回目の時にまた変わるのかな。まあ頼めば本当はもっとコロコロも変えられるんだろうけど、あえて100回分ね、1年以上2年近く頑張った自分へのご褒美って考えるのであれば、じゃあ今回ねこういう感じで落ち着いたイラストが来てくれてるけど、これはきっと100回の積み重ねがあったから三田太郎がインスピレーションが湧いて書いてくれたお手紙なのか、イラストなのかな、なんていう風に思ってるわけで、じゃあ200回紡いだ時の私の姿ってどうなってるんだろう、八神隼ってどうなってるんだろう、みんなはどういう風に2年間先に進んでるんだろう、そういうことを考えると、あえて次のこのイラストが変わるのは200回目のタイミングがとっても楽しいのかもしれませんね。なんかそんなこと考えるとちょっとだけワクワクしたり、ちょっとだけソワソワしたり、そんな感じでございますがね、来週からもですね、やがやがやしないラジオはマイペースでいつも通りで、特に何も考えずに適当な感じのいい感じの脱力感でお送りしていければなと思っておりますので、よろしければ今後とも変わらずお付き合いいただければな、なんていうふうに思ってる次第でございます。なんてね、やっぱね、生放送も楽しいけどね、収録も楽しいんだよラジオって。なんかこの一人で喋ってるんだけど、難しいんだけど、一人で喋ってんだけど、俺に向けてだけ喋ってないんだよね。なんかどっか ほんのりとみんなが浮かぶみたいな。だからこの時間はこれからも守っていけるように頑張ります。な、ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしました今週のやがないラジオ、今週はこの辺で、また来週同じ時間に。 See you next time, stay tuned. バイバイ、おやすみ。